はい、どうもこんばんは、ザギオゾンビです。今日もカレコイやっていきたいと思います。前回いろんな人にアタックかけたんですが、まあ誰も熱意が伝わってなかったみたいでダメでしたね。まあしょっこりもなくデートに誘ってみようかな。ちょっと高谷先輩を置き去りにしてたので、渋沢先輩の部屋に行ってみよう。こんにちは、ゾビ。今日はどうしたの？紳士だよね。やっぱ先輩だからかな。今日一緒に出かけられたらと思って。いいよ。こんな日に出かけないのはもったいないし、どこか行きたいことを、行きたいところがある。どこに誘おうかな。やっぱ先輩は、体がね、丈夫、体が丈夫じゃない。身体操部だから、ボーリングとかいいんじゃない？ボーリングに行こう。ノーコメント。楽しみだな。早速行こうか。ちょっとこれ、後ろ、危ない。ボーリングは打ち上げとかでたまに来るんだけど、ゾンビはボーリング得意？打ち上げとか言ってる時点でもうあれだもんな。部活とかだからね。ボーリングなら任せてください。教えてくれると嬉しいです。全然できないんです。教えてくれると嬉しいですでしょう。じゃあ、フォームから教えるね。ちょっとボーリング投げすぎて腕がもげそう。今日は楽しかったよ。ゾンビも楽しめたならよかったけど、私も楽しかったです。そう、よかった。遅くなると神原先生も心配するだろうから帰ろうか。脈あるかないか全然わかんない。ステータスを見る。ちょっとおしゃれしよう。これさ、一週間ずっとおしゃれしてたのかな。だってさ、これあれだよね、もうちょっとステータス上げてからデートに誘わないとダメなのかな。はい、ちょっとステータスを上げてからデートに誘った方がいいのかなと思って、ちょっと適当に上げました。まあ、芸術度が高いっていう点がね、ちょっと運動不足なのは否めないですけど。よし、じゃあこれで、ちょっとりっちゃんいけそうな気がするんだよな。あ、お前か、どうした？天気もいいし、どこかに出かけないかなって思って。わかった。特に用事ないし。それで、どこ行くんだ？毎回、水族館じゃダメだよね。りっちゃん、遊園地に連れて行きたいな。遊園地に行こう。やっぱ嫌いだ。遊園地か。あんまりいい思い出はない気がする。だよね。遊園地。何に乗りたい？お化け屋敷はどうなんだけど、多分りっちゃん嫌だよね。観覧車に乗るわ。わかった。ゆっくりできそうだな。今日は楽しめた。こんな一日もたまにはいいな。それじゃあ帰るか。いやー。かすったか半端ねえな。もう勉強しよう。学生なんだからさ。やばいね、ちょっと。これ、バッドエンドもまっしぐらじゃね？てか文化祭っていつなの？マジ、やべえよ。もう一回ソークリベンジしていい？なんかよ。
このやりとりはいつも一緒なんだね。絶対さ、そうくん、ゲームセンターでしょ。ゲームセンターに行こう。ほら、ほら、やっぱり、ゲームは得意だぜ。神の技を見せてやるよ。そういう、結構宙に入ってんな。そんじゃ、ちょっと行ってくるから。待って、ゆずきくん、どこ？おい、こっち。わあ、ゆずきくん、そのたくさんのぬいぐるみどうしたの？これ？取ったに決まってんだろ。UFO キャッチャー得意なんだね。まあな、つか、ゲーセンのゲームは全部得意だし。あほほ、どやーどやーっとね。そうなんだ、すごいね。じゃあ、そうくん、ちょっと、ゲーム実況者の、あれじゃねえか、才能あるんじゃねえか。なんか欲しいぬいぐるみあったらやるよ。マジで？じゃあこのクマさんがいいな。欲しいな。待ってろ。重心はここだから、ここを首より3センチ後ろをつかめばいいんだ。アームの速度は秒速10センチということは、ブツブツブツ、今だ。すごい、一発で閉じちゃった。ざっとこんなもんだ。他に欲しいものがあれば言えよ。何でも取ってやるから。ほうほう、すごいね。頭いいから計算して取っちゃうんだ。すげえな。それが、これが IQ150 の世界か。まあそこそこ楽しかったような気がする。そういうのならまた付き合ってもいいか。それじゃあ帰るか。ぬん、勉強しようかな。学生の本文ですからね。どう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 、流行に疎くなっちゃったね、この辺ね。このじょこのこのステータスなんかちょっと疑問だな。おしゃれしよう。お、7月になったよ。勉強するか。どうどう、その固く握られた拳で。そうくんは？デートに誘ってもさ。デートに誘う。いや、難しいね。ユウトは、人妻だし、あ、妻じゃない。妻じゃない。ちょっと、カナタくんリベンジしていい？先輩、どうしたの？今日、一緒に出かけられたらと思って。まあ。前回は、遊園地で、お化け屋敷でテンションガタ落ちだったからな。ゲーセン、ボーリング、ゲーセンボーリングで、なんかはしゃぐような感じが好きなんじゃないかな。水族館のイルカショーにする？どう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 、水族館か。僕嫌いじゃないよ。まずはどこ行く？イルカショー。やっぱ水族館っていえばイルカだよね。じゃあ行こうか。今日はまあまあ楽しかったかな。また付き合ってあげてもいいよ。それじゃあ帰ろっか。あんまり長居して見つかっても面倒だし。いやー、わかんないですね。雑誌、絵を描いて、お、あ、ゾミちゃん、こんなところにいた。マユ、どうしたの？今日は七夕でしょ？はっ、七夕。みんなでパーティーしようと思って、ゾミちゃんも当然参加よね。お、お、お、
うん、楽しそう。じゃあ夕食の時にやるから私服に着替えて、いつものように食堂に集合ね。私服に着替えて。わかった。とっておきの服で行きましょう。楽しみだな。先輩いたいた。お、カナタくん。あ、カナタくん同じリアクションした。僕先輩に七夕パーティーのために服を用意したんだ。もちろん着てくれるよね。え、カナタくん、え、ただの内輪のパーティーだよね。でも特別な日には特別な服を着ないとね。特別な服ですか。本当にこれでいいの？恥ずかしいんだけど。どうしよう、スレーブスーツとかだったら。いいんだよ、ほら行こうよ。ほら主役が来たよ。どうかな、似合ってる、別人みたいだ。それって褒めてるの？リツなりに褒めてるんだと思うよ。なんかリッちゃんの翻訳機みたいになってる。高谷先輩、俺もすごく似合ってると思うよ。でしょ、僕の自信作だもん。やっぱり先輩にすごく似合う。先輩のことを思いながら作ったんだよね。カナタくんかわいいね。お前こいつのこと口説いてるんじゃねえよ。口説かれてたのか今。そうのくせに僕のことに文句つけないでくれる？自分が先輩のこと照れくさくて褒められないだけなのに僕に八つ当たりしないでよね。いいねいいね、なんか。ゆずきくん、このドレス似合うかな？おお、孫にも衣装ってやつだな。照れてる。なんだろう、なんだろう、すごいたまんないなこれ。何それ、素直に似合ってるって言えば。ダサ。俺もすごく似合ってると思うよ。言うと優しい。滝本くんに言われると本当にそんな感じがしてくるよ。ではそろそろパーティーを始めようか。あまり遅くなっても明日に響くからね。え、パーティーの内容は見せてくれない。はあ、そうですか。やっぱこれは休日にガンガンデートに誘うってやった方がいいのかな。高谷先輩はちょっと。あの動画を見てて高谷先輩が好きな人がいたら申し訳ないですね。あのちょっとダメですね。じゃあ優と行く？でもさ、これまとしぼんねえとやっぱやめだな。というわけでりっちゃん、りっちゃんやっほー。この間水族館行きました。ボーリングとか嫌いそうな気がします。ゲームセンターはなんか騒がしくて嫌いな気がします。公園かな、公園に行こう。天気眠くなりそうだ。なんかわかるな、りっちゃん癒し系だね。何する？散歩しよう、ベンチでゆっくりしよう、せっかくだから走よう。これ高屋専用でしょ。先輩専用だよこれ。ベンチでゆっくりしようは寝ちゃうから、散歩しよう。わかった。コメントが見れなかった。芸術と学力は上げすぎてるな。魅力、流行。ひたすら絵を描く。
決めました。多分ゆうとくんは優しいけどね、次期妻がいるからちょっとかわいそうだからほっとく。でまあ本命はまありっちゃんになっちゃうだろうな、今のステータスだと。芸術上がってっからちょっとりっちゃんかな。でそうくんもう仕留めたいのでで、かなたくんもこの3人かなじゃあ次はそうくんいつも不機嫌だね寝起きが不機嫌。じゃあこの間ゲームセンターに行きました。遊園地行ってみる？遊園地に行こう。うん。遊園地って日本に帰ってきてから来たことないな。まあ一人で来るようなところでもないしな。遊園地か。あんたどこ行きたいの？ゴーカートに乗りたい。お、あんたそういうの行ける口か？じゃあ早速行こうぜ。いいね。ああ、なんかその終わりのテンションが低いとカットされちゃうってこと？じゃあちょっとなんかデートしてると時間を忘れちゃうのでって、なんかすごい廃人みたいだけど、まあ廃人ですけど、じゃあこの辺で終わりたいと思います。それではまた、バイバーイ。